続いては記者解説目撃あの現場です。今日の担当は長谷川記者です。よろしくお願いします。お願いします。阪神淡路大震災から先月17日で29年を迎えました。そしてその2日後に行われた追悼の光の祭典神戸ルミナリエが10日間の開催を経て先月28日に閉幕しました。これまで毎年12月に開かれていた神戸ルミナリエですが、今回は1月19日から28日までの10日間と初めての1月の開催となりました。これは震災の追悼という趣旨にふさわしい時期を選んだという意味とともに、震災30年に向けた次回神戸ルミナリエの実験的な試みだったということです。犠牲者の追悼という意味合いで、今回その、神戸ルミナリエどのようにこれから続けていくか、まさに模索中だということなんですよね。はい、今回は開催時期以外にも新たな試みが見られました。それが注目されたのが会場の分散化です。東遊園地だけでなく旧居留地やメリケンパークでも開かれたほか、初めて有料エリアも設置されました。そしてその結果ですが、来場者数は229万8千人だったということです。このうち初めて設けられた有料エリアには15万400人が訪れたということです。小林さん、時期が1月になった、そして有料エリアができたということ、はい、だいぶ大きく変わりましたよね。そうですよね。12月って、ね、イルミネーションどこも、ね、結構いろんなところやられてますけれども、そこで火がダブってしまうと本来の意味合いというのをやっぱり感じにくくなってしまうので、1月っていうのはすごく意味のある、意義のあるものだと思います ね。 そうですね、意義をやっぱり感じますよね。コロナ前の通常開催となった2019年は、346万9千人が訪れ、今回はその数字からおよそ 66% となったほか、これは実は過去最少という結果だったんですが、開催時期を変更したことですとか、これまでメインの展示だった光の回廊がなくなったほか、形式が変わったりですとか、コロナ禍を経た社会情勢の変化などもありますので、単純な比較はできません。ただ、組織委員会は今回の結果を想定通りだったというふうに評価しています。開催形式の変更によって混雑の緩和ですとか、これまで課題となっていた警備費用の削減ができたというメリットも生まれました。次回の開催に向けて在り方を模索していくということで、第30回については今年の6月から7月頃に概要が発表される見通しです。私も家族で開催初日に訪れたんですけども、東遊園地もメリケンパークも比較的ですね、結構ゆったり見ることができたなという印象でした。やっぱりこの1月17日に近い日に開催するということで、やっぱりその犠牲者の追悼という本来の意義っていうのがより感じますし、非常に良かったんじゃないかなと私は思いますね。この数だけの来場者の数だけの問題ではないんじゃないかなというふうに思います。そうですね、経済的な効果もありますが、やはり震災の追悼という当初の目的を伝えていくことも大事かなと思います。そして今回の神戸ルミナリエですが、震災30年に向けた実験的な試みであったとお伝えしましたが、この会場で来年のその節目の年に向けて早くも活動を始めた若者がいました。今回会場でその来場者に震災の思いをメッセージとして綴ってもらうよう呼びかけを行ったのが 1.17 希望の架け橋という若者たちで作る語り部団体のメンバーです。 1.17 希望の架け橋は阪神淡路大震災を経験していないその世代から教訓を次の世代につないでいこうと2020年に立ち上がりました。現在は13歳から25歳の55人が参加しています。若いですね。はい。で、どういった活動をしているかといいますと、学校での講演ですとか震災を経験した世代への聞き取りなどを行いながら、次の世代につないでいくことを目指しています。また今月22日からは能登半島地震の被災地に赴いてボランティア活動も行う予定だということです。今回その震災の記憶を継承しようと彼らが神戸ルミナリエで取り組んだ活動を取材しました。今回メンバーは震災のことをより身近に感じてもらおうと集めたメッセージと来場者の写真をつなぎ合わせた1枚のポスターを作るということです。訪れた人は阪神淡路大震災だけでなく能登半島地震の被災者に宛てたエールやイラストを描いて追悼の思いや備えの大切さなどを表現していました。希望を忘れない、
弱くなっちゃうから元気を出すように書きました。出来事、その出来事は忘れないように、それも練習になるから出来事を忘れないようにした。忘れない、自信を忘れたらなんか 1.17 集いとかなんかなくなっちゃうから、なんかこのイベントを大切にして、皆さんが穏やかに過ごせるようにっていう思いと、あと能登半島の方での震災で、被災された方が一日も早く日常が戻りますようにということを書きました。わからない世代の方にもこう継がれていくということはとても大事なので、はい、こういった活動に参加されるということは、はい、嬉しく思います。またメッセージを書いた人の中にはこんな方もいらっしゃいました。こちらの女性、道園飛鳥さんは能登半島地震の被災者の一人です。道園さんは実家の富山県氷見市に帰省していた際に地震に遭いました。富山県北西部に位置する氷見市は最大震度5強を記録し、9人がけがをしたほか、住宅16棟が全壊、22棟が半壊するなどの被害が出ました。余震でちょっと軽い目の揺れが来たんですけど、その時はもうちょっと揺れてるなぐらいで、でちょっと大きかったねって話してたら、数分後にその本震の方が来て、もうみんなで床に手ついて揺れてる揺れてるって言って、あと花瓶の割れる音とかしながら結構怖かったです。祖父と祖母もいるので、まず状況確認して、で家の倒れたものとかで、うちは屋根がちょっとこうずれて、こう復興してやっぱりこういう綺麗な建物とかイルミネーションとかも建ってると思うので、でちょっと復興の証みたいな感じで、なんか石川県とか富山県の私のところもまた元通りになればいいなって思ってます。まあ、いろんなメッセージが集められましたけども、まあ、小さい子どもが忘れないって書いていたのが印象的でした。小林さんはどう思われましたか？震災の記憶を長男に聞かれたんですけれども、はい、今年長さんなんですが、ちょうど私年長の時が29年前で、はい、あそうだ同じ年だ時だったよっていうのを話ししながら、やっぱりそういうのを伝えるっていうのは私からしたわけではないんですけど、質問されて答えたわけなんですが、あでも伝えていかないといけないんだなというのをその時に感じましたし、今の若い世代が知らない中でこうみんなで結束して活動されているというのは今日初めて知って、あすごく、ね、私も伝えていかないといけないんだなというのを、はい、感じました。若い人たちも、ね、積極的に取り組んでくれているなという印象ですよね。はい、大人も子どももメッセージをたくさんこう書いていたんですが、まあ、このインタビューさせていただいた方の中には、まあ、氷見市に被災した、道園さんのような能登半島地震の被災者もいらっしゃいました。で藤岡さんは先日の取材の中で氷見市にも訪れたということですが、まあ、宿を取って、まあ、拠点として活動したんですけども、まあ、当時予約するときには水が出ないんですけどいいですかと聞かれて、まあ、寝れるだけでいいですっていう寝られるだけでいいですっていう話をしたんですが、まあ、もうすでに1ヶ月の時に行ったときには、もう水も出てましたし電気も使えてたと、まあ、だいぶ戻ってきてるなという感じを受けました。はい、さまざまな場所から多くの人が訪れた神戸ルミナリエでこの希望の駆け足のメンバーは写真やメッセージ集めを行ったんですが、3日間で637枚のメッセージが集まったということです。まあ、架け橋のメンバーは20代の人ばかりですので20代以下の方ばかりですので全員が震災を経験していない世代です。ただそうした若者が震災の30年に向けて目を向けられていることに対してはどのように感じられますでしょうか？まあ、やっぱり今回のその活動ですよね。私たちといいますか年配の方が若い人たちにやっぱり震災教訓を伝えるというのが一般的だと思うんですけど、こういうその若い人たち同士がその震災を学んで話し合う、議論する、考える、この作業がすごく大事で、共にやっぱり伝えていこうという思いにもつながりますし、非常に大事なことなんじゃないかなというふうに思います。小林さん、ね、教員免許を持っていらっしゃって、はい、もう指導する立場でもあると思うんですけど、はい、活動内容の中に学校での講演会とかもされてるって書いてあったんですけれども、まさに20代の子たちがしてるわけなんですか？はい、やっぱり生の声をね、幼少期私も聞くことはあったんですけれども、そういう若い世代がいろんな方からこう情報を収集して
伝えていってくれてるということですよね。はい、わあ、それすごいことですよ ね、 ね、 本当にね。そうした彼らのですね、今後も活動を続けていく 1.17 の希望の架け橋ですが、最後に代表の藤原優也さんに今後の活動についての思いを伺いました。とても若い方がメッセージを書いていただいて、中には希望とか伝えるとか、震災に関してすごい前向きな紙を書いていただけたかなと思います。今回集めさせていただいた写真はモザイクアートとして、自分たちのインスタグラムなど の、 SNS を通じて幅広く伝えていけたらなと思います。やっぱり30年といたら節目の年になりますので、世間の注目度が非常に高くなってきています。その中でも私たちが活動することによって、自分たちより下の世代がより一層興味を持っていただいて、またその若者たちが次の世代に語り継いでいってくれることを期待しています。ぜひ継続してまた次の若い世代に、ね、つないでいただけたらなというふうに思いました。ここまでは長谷川記者でした。ありがとうございました。